今日もゆかだんぽの魔力に引き込まれております。今回も届いたよ、ドギーボックス。一緒になんか袋も届いた。なんやろこれ。てれ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 ん、ふくっふくっ。何が入ってんだろう。ちょっと待っいつものごとく上で開けます。今回は何が入ってるんでしょうか。え、めっちゃ可愛い。12月やん、クリスマスやん。めっちゃ可愛い、クリスマスやん。ね、そんなん考えてなかった。めっちゃ可愛い、部屋に飾りたい。普通にみんなお待ちかねのクリスマス、とびきりのお届け物をするためにサンタクロースは大忙し。なるほどね。トナカイとソリ、今回のおもちゃこんな感じなんよ。え、めっちゃ可愛い。なんか前回とまたテイストが変わって、え、普通に飾りたい。ボロボロにされたくないクリスマス終わったらあげようかな。え、めっちゃ可愛い。トナカイとこれパリパリなんや。あ、でこれピューピューが入ってる。これはありがたい。パークリーム、肉球クリーム買おうと思ってて、しかもさ、なんかさ、こんな感じでさ、プレゼントみたいになってる。え、かわいい。見て、指輪みたいやん、こんなん。かわいい。こんな、なんか無臭、無味、無臭。オーガニックホホバオイルを使ったクリーム、乾燥時のひび割れやお散歩などにきれいに最適、傷口の保護にもできます。ぬるま湯やタオルで汚れを落としてから肉球に優しくすり込んでください。これめっちゃいいやん、ほんまに買おうと思ってたんですよ。これが馬発、新鮮な馬の心臓をスライスして乾燥、ビタミン B、 バテ予防や毛づや改善に効果的や。抹茶あられ、新潟県産のもち米、綿帽子と同じく新潟県産の茶葉を使用。生地を作る直前に使う分だけ精米し、なんちゃらでまあ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 、なんかまあそういうこっちゃ。カリカリとした食感、あられやって、いいね、あられ。え、これマグロ削りやって、あ、なんか鰹節みたいな感じ。これご飯の上とかにかけてあげたらいいんや。粒ほんま食べへんからな、ご飯。めっちゃかわいい。めっちゃいいやん。保護犬にクリスマスプレゼントを贈ろう。お手元にある使わなくなってしまったおもちゃをご送付いただくと、洗浄消毒した上で全国の保護犬たちにプレゼントします。めっちゃいい企画。12月19日まで。はちょっと早押しな。あ、めっちゃ抹茶の匂い。うじは1個ぐらいいいかな。またシャクシャク言ってる。じゃあうじに曲げる。シャクシャク言ってるな。ジュージュンドライだな。おー、あられね、馬初。ちょっと待って、ちょっと待って、ちゅうちゃん取られたもんな、さっきな、うじゅにな。ちょっと待って、あ、結構大きい、結構大きくなってる。ちょっと待って待って、これちぎ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、座れ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 、はい、おいしい。うじゅもちょっと食べる。はい、うじゅ座れ。まだお座りできないんですよ、うず。座れ。We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. え、どっち？で、ちゅーちゃんは、ちゅーちゃんシャカシャカ派な？じゃあ、ちゅーちゃんはシャカシャカ派な？はい、うず、じゃあ、トナカイ。うず、トナカイ。はい。はい、遊んで。はい、遊んで。うず、うず、トナカイいるよ、ここ。トナカイここいるよ。うず、楽しい。またおもちゃ持ったん？トナカイさんもいいんで、トナカイさんも。ウジがどっちも、ちゅうちゃんこれあれ、これ、ほい。お、ウズ。粒は基本的におもちゃで遊ぶっていうより、おもちゃを使ってウズと引っ張り合いっこしたいんですよ。ちゅうちゃん、うじゅが構ってくれへんくなった。
じゃあそっちで遊ぶの、サリナ派で。なんかいろんな YouTube とかワンちゃんのチャンネルでドギーボックス届いたやつ見たことあるけど、こんな風にめちゃめちゃするワンコおらんかも。みんな優しい、みんな可愛くお座りして遊んだりしてはるよ。みんな大体あー楽しいみたいな可愛い感じでやったんで。一個ぐらいチューちゃんに貸してあげて。はい、チューちゃん、はい、これ持ってけ、いいから持ってけて、いいから、ウズにはなんか言うとくから持ってけて。パウクリーム、肉球保護クリームの粒に塗っていきたいと思います。チューちゃん最近ガサガサなんですよ。ガサガサ嫌だよ。渦はまだ必要ないから、あんな子供に化粧水いらんのと一緒、プルプルやから。ちょっとぬり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 、乳汁ぬりぬり、オーガニックみたいなの書いてあったから舐めてもいいんやろな。ワンちゃん用意しな、それぬり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 。そういえば雪遊びもしに行くからちょうどいいやん。ぬりぬり塗りました。今はプルプル。ウジいらんやん、プルンプルンやん。あんたいらないおもちゃ。このドギーボックスに先月もらったやつと、前にもらったなんかのやつと、これブロッコリーこれを送りたいと思います。いい、これウジもういいでしょ。ウズはこれいっぱい遊んだやろ、新しいのもらったから。チューちゃんももういいでしょ。ダメってこれウジのって言ってんのウジなんやけど、ウジ新しいのもらった。これも送ろう、フリスビーみたいなやつ、これも送ろう。おもちゃいっぱいやから、だいたい出してるルーティーン決まってるんですよ。なのでこの使ってないおもちゃの中で比較的まだ破れたりしてなくて綺麗なやつを送りたいと思います。なんか少しでも力になれるといいですね。なんかドギーボックスの人もなんかあれ、うちが送ったおもちゃばっかりにけどってならんかな。楽しませていただきました。チューちゃんたちはまた新しいのもらったかな。はい、オッケー。